ベーンベーンベーン、わっはっはっは。どうも、珍宝ブンブラビ放電です。はい、それをそれして、どうもハリトザコショですわ。ですね、今日はですね、明日ロケだったんですけど、まあいろいろありまして中止になりまして、でこれはちょっとね、昨日ね、でハリウッドオンラインを収録したんですよ。でハリウッドオンライン収録したから編集してえな、でも明日早えな、本当だったら明日すげえ早かったんですよ。7時の新幹線だったんですけど、なくなりまして。なんで、ちょっと、ハリウッドオンラインの、予選オンラインの編集してえな、っていうことになりまして。で、編集するんだけど、編集したいんだけど、今日の動画、だから明日の動画、で、これ聞いてる人は多分昨日の俺なんですよ。で明日の動画ができてない。で今日あげる分っていうね。でそれをこうやってると、まあ普通に2、3時間かかってしまうのもあるじゃないですか。だからとりあえず手っ取り早いのないかなと思ったら、やっぱ、カラバトクショーってことになりまして。ね、カラバトークってなりますと、だ昨日ね、ハリウッド予選オンラインにいた、松本リンスにちょっと電話してみましょうか。松本リンス。ですね、松本リンス。よし。あ、お疲れ様です。お。お疲れ様です。どうしたん？どうしたん？どうした？どうしたん？こうしたん？え？寝る前です。どうしたの？何時やと思ってんすか？もう12時。12時で着いてますよ。いや、12時でええやん、別に。まだ寝ない、寝えへんじゃん。はい。まあまあ、寝ないですけど。行ってるわけでしょ、また。キュキュッと。シュシュッと行ってるわけでしょ。もうシュシュッと行って、もう、止まったとこっすよ。あ、じゃあ聞きましょう。なんぼっすか。スコア教えてください。あ、今日スコアっすか。うん。今日のスコアは、3の500の2っす。あ、進みませんね。あんまり進まなかったですね。夜9時ぐらいに師匠に聞かれたとき、2やったっすもんね。そうですね。そうやな、その夜9時ぐらいに3の500のニスって来た時に、あれ開けたばっかやった。開けたばっかなのね。そうそうそう。え、まだあるんですか、そのニス目は、ニス目。あ、いやいや、もう、ニス目の、食らい尽くした。はい、最後の一滴まで。食らい尽くして。ベロ出して、ポンポンポンって。やしいね。やしい。いや、野心っていうか、まあ、残さないようにして、はい。まあまあまあ、それはね、そうです。残したらあかんからね、そのものを、もったいない。ものを大事にして。はい。はい、うん。新しい！いや、何なんすか、それ。いやいや、カラーバートークです。カラーバートーク。あ、カラーバートーク。あ、どうもどうも。うん、あ、カラーバートーク。お聞きの皆さん、こんばんは。松本リンスで、シューね、こんばんは。元気ないね、あんまりこうシューが。そうですね、やっぱもう夜中なんで。舞台やないんやから。あ、そう。出せないですけど、はい。やっぱあれやな、師匠がよく言う。うん。哀れ酒、惨め飯みたいな、あれ何なんですか、松本リンスの哀れ酒、惨め飯。それ、なんかあったんすか、それ。ね、あ、番組でありそうやん。あ、番組。松本リンスの
哀れ酒、みじめ飯。誰が見るんですか、それ。いや、見るやん、みんな。見るか。いや、みんな見るやん、哀れ酒、みじめ飯。いやいや、みじめ飯はなんとなくわかるんですけど、哀れ酒。みじめ飯はなんかね、そう、煮干しとか、なんかあれでしょ、たくあんとかで、まあまあ、なんとかイメージ湧きますけど、その、哀れ酒の意味は、全くわかんない。いや、じゃあ、松本リースの、みじめ飯だけやったら、もう、あれやん。なんかバランス悪いね。ああ、バランスが悪い。哀れ酒、みじめ飯、もう、だからなんていうの、スザク、白虎みたいな感じで、もう、なんか、玄武氷玄武、うん、そうそう、うん、なんかもうこうなんかええ、2つついになってないとね、やっぱこうバランス悪いわけじゃん。ああ、みじめ飯だけやと。そう、みじめ飯だけとなんかちょっとえってなるよ。うん、ああ、はいはい。いや、東西南北いや東西東軍西軍ってある、やあった方がええやん。わかりました。うん、じゃあ哀れ酒だったらみじめ飯。これ、3の500はもう哀れ酒の部類でいいんですか。いや、哀れ酒でしょ。ああ、そうですね。うん。もっとなんか、大五郎みたいなのもなかのかな。いやいやいや、3の500でいいです。ああ、いいんです。あれもみじめ飯に入りますよ。なんかお前、いやもう、今日はもうええやんみたいな感じでさ。はいはいはい。こんな贅沢してますぜみたいな感じで焼きそば作って写真上げてて、全然みじめ飯しちゃいます、ね、あれみじめ飯ですよ。なんでやねん、むちゃくちゃうまかったわ。いやいや、あれはもうなんか閲覧注意やったね。あ、閲覧注意。じゃあ焼きそば。いやいや、なんかこうスマートな焼き飯じゃないねん。だからなんか、確かにね、なんか、うん、確かにね、うん、まっちゃっちゃでしたもんね。そう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 、うん、紅生姜とかそんなの乗せた方がよかったか。まあまあ、それ紅生姜とかおかかとかさ、なんかなんていう、緑の海苔とかね、うん、そういうのがこうなんていう、あとなんだろうな、お前豚肉やったやん。豚肉っす、はいはいはい。やっぱ豚肉こうなんていうの、なんかなんていうかな、俺ベーコン派なんだよね。あ、焼きそばにベーコン。俺の焼きそばもちょっと持論言わせてもらうと、はいはい、ねベーコンとベーコン、はいはい、あと しめじ、あ、うまそう、はい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 、ベーコンしめじと、はいはい、長ネギをこう斜めにこう切って、まずちょっと、まず油敷いて、長ネギをこうやって香り出して、でそこにベーコンとしめじ入れて、ほいで焼きそば入れて、でまあちょっと炒めていくっていう感じだけど、でもまあまあこうなんていうかスッとこう食べれるわけ。え、キャベツは？俺キャベツ入れない。人参は？入れない。うん、キャベツ人参入れない。そういうパターン、でも確かに長ネギ焼きそばに入ってるな、見たことないです。いやいやいや、別にいいのよ、別にキャベツ、人参、豚肉とかでも全然ええねんけど。ええんかい。お前の豚肉ってバラ肉じゃないでしょ。あれ、マイバスに売ってる30%オフのやつですよ。いや、ほらほら、こま肉でしょ、こま肉。ああ、こま肉、ごめんなさい。いや、俺、こま肉よりバラ肉やねん。やっぱそこのなんていう、やっぱこうなんていう、にみじめ飯だよね、やっぱね。いや別に そんな大差ないよ。こま肉のバラ肉でもそんな大差ないねんけど、うまい人が作っちょっとね、こま肉をねこう作るっていうのはちょっとね、なちょっと難しいわけ。なんかちょっと美味しく作るの。だから俺はどっちか言ったらバラ肉を選ぶわけ。その誰でも美味しく調理できるから。なるほどね。で、お前なんか別にその、早く作りたい。はい、もう安いやつ。はい、ただ安いやつ。はい。はい、もう、いつも野菜取ってへんから、人参でしょ。
キャベツでしょって感じでしょ。そうですよ。いやだから そこもちょっとこだわってこだわりがないねんだろお前。だから惨め飯やねん。だからいやあんな俺もうみんなからあこれ写真見た人みんなよだれ出てんねやろうなと思ってたら、いや魚の閲覧注意。わけわからんわ。いや、じゃあ俺だって例えばじゃあ今度じゃあ料理対決したらみんな俺の方多分あのいいね押すよ。マジっすか。うん。じゃあちょっとほんまに一回あ今度動画でやってみようか。じゃあチャーハン対決とか。おチャーハン対決でいいよ全然。あいいじゃないですか、いいじゃないですか。うん、やりましょうやりましょう。ほんまにそれで最近この中で自炊しまくってるんだよ。はい。じゃあ何お前んちでやった方がいいんかなそれ。それか各自でや動画をちょっと撮ってきて、はい、で俺がこう編集するとかでも全然ええねんけど。え、そう、味誰が。あそうか、味な、味もな。じゃあ味をこう誰かに食わすって方がいいわな。でもあれですよ、うん、そんなその師匠が作ったのこっちとかいうのなしですよ。なしあのあの目隠ししてっていうか、そうですよ。どっちが作ったっていうのを見せずにやった方がいいな。そうですよ。そのゆっくんとかも絶対師匠って言いますもん。おうん。あ、それ一回やろうよ。あ、やりましょう、やりましょう。うん。両方まずいとかないですか？大丈夫ですか？絶対俺の方がうまい。あ、そうっすか。師匠料理するイメージないもんかなっていう。俺の料理めちゃくちゃ、俺結構ね、あの、茶飯とか、あの、こだわりで作ってるから。あ、そうなんですか？うん。俺が昔出したそのお前あれやろ、ベースにレトルトカレーうまいうまいって食ってましたよ。何あの100均のスパゲッティの麺にレトルトカレーかけて。いやちゃうやんお前、それ誰が作っても別に そのぐらいの食でっていうかさ、お前な、はい、昔俺がビーチ部住んでる時に、はい、いや俺がちょっともうもしやべえあの行くとこないっていう感じあのマネージャーにその追い出されたって言われて、はい、行くとこないからちょっと寄さしてくれって言った時に、おいいですよ来てくださいって言ってめちゃくちゃありがたかったよ。はい、200ぐらいしましたよね。でめちゃくちゃありがたかったよ。ほんで行ったやんかお前ん家に。はいはいはい。でその時めちゃくちゃ金なかったよ俺。田無でね、田無の駅からクソ遠いあのマンション。はいはい、覚えてます覚えてます。ほんで行ってさ、じゃああの、はい、飯あの食わしてくれやつでね、後輩にも関わらずその時もめちゃくちゃ嬉しかったよ。はい、でいい めちゃうまいやつあるんですよっつって、パスタ100均のパスタと、まあ、カレーのレトルトのカレーの100均のやつ買ってきて、ボンカレー的な、うん、これうまいんすよっつって茹でてでカレーぶっかけて、カレーぶっかけて食うたやん。でうまかったやん。でもよ、はい、よくよく考えれば、はい、普通にこう何ミートソースかけた方が全然美味しかったよ俺。いやあれはやっぱみじめ飯やなと思ったな。ちょっと あれは確かにみじめ飯のだいぶあのランク高い方っすよね。でしょ、あれわざわざ変な味にしてんねんもん。だってもうちょっとみ未確認飛行飯になってるもん、みじめ飯。いや僕あれ考えると見つけた、俺が発明したと思ったら家事やろうとか出したろうか思ったぐらいですよほんまに。今やったら、いや、はい、家事やろう出したろう、あええやんみじめ飯やねって言われると思う。言われるのか。絶対やってほしいな。聞いてる人もあの100均のレトルトかあのパスタにレトルトカレーかけてマヨネーズかけて食うやつ。いやいや、食うやつじゃないねん。もうお前のそのなんていうのそのネーミング、みじめ飯ネーミングもうやめた方がいいねん。あのまな板切りっぱなし、魚肉ソー、包丁を添えてやあれへんかな。お前フォアグラを添えてじゃねえだよバカ野郎。包丁添えて、なんで包丁添えるんじゃねえよバカ野郎。汚ねえお前、汚ねえじゃねえ、怖えよお前。あんまりっすか、すいません。もうほんまに包丁で切って、包丁でこう用事みたいに食っとるやんお前。フォークみたいにお前包丁でお前怖えっちゅうねんお前。懐かしいな。いやでもね、昨日もでもあれでしたねほんまに。なんかねそのみんな
あの、サンスケとかも言ってきましたけど、うん、みんな、なんかもう惨め感なくなってますよね、もう、なんか。まあなあ、まあまあ、俺だけや、惨め感。サンスケはだってお前、一回売れてるからな。一回売れて、ちょっと今、惨めゾーンちょっと入りかけてるけどな、サンスケ。シェアが増えてましたね、あいつね、うん、確かに。だってまあ、聞いたところ、まあ、まあ、仕事も減ってきて、ああ、マジで。あの、あれもなんだっけ、あの、アンゴラ村長も別れて、まあ、そうですね。まあ、だから、ちょっと、惨めゾーン入ってるけど、まあ、一回売れてるから、そうか。まあ、そこはまあ、よしとしようという感じやな。一回売れた後の惨め飯も、だいぶ惨めっすけどね。売れてないやつがずっと惨めですけど、まだマシですけど、ね。一回売れるってすごいよ、やっぱ。まあ、そうっすけど。うん。あ、まあまあ。でも分からない。でも、それは何も一回売れてるから、はい、今、その、たまたま、こう、フィーチャーされてないだけで、うん。小梅みたいな感じで、また火つくかも分からへんやんか。ああ、ありますね。それは確かに。ね。でも、あなたの場合、まだ見つかられてないわけやし。見つからてないっていうかさ、一回スルーされてるやん。だってあの R1 でお前 2位とか3位取ってるやろ、お前。あれ、直後はね、なんか、その岡村さんのトーク番組に、あの、とか、ちょっとだけね、出させて。岡部ロやろ。岡部ロ。はい。で、お前調子づくやからお前。あれの、やっぱ、岡部ロで何もできへんかったことがやっぱ痛いですね、やっぱね。いや、お前が調子づいたから。ああ、そうっすか。俺、いや、あそこでさ、3位取ったときさ、で、ちょこっとちょいちょいって入ってきたやん。はい。で、その時に、はい、俺何やったら何やったやでって言うたやん。俺何やったらもうピンやん。俺やん。リンスやん。俺やん。シューやんって言うてやん。小田切るとかそういうことじゃないですよ。まず一回俺がポンって売れたら、小田にもプラスに働くやっていう。いや、何やったら、何やったら何やったでって言ってたよ。何やったら何やったら。俺、あの、松本リンス動きますみたいなこと言ってたよ、お前。松本動きますみたいな。そんな言い方しました、僕。もう言ってた、言ってた。この料理対決、あれもいいっすね。惨め飯の、要は、300円以内でとか、なんかそういうのもいいっすね。確かにね。その、いやいや惨め飯対決。おいやいや。そうなんですよね。うん。その、あれですよ、その、今度、じゃ例えばその、なんていうんですか、焼きそば対決とかいうときに、うん、その、金に物言わして、うん、その、むっちゃええ豚肉凍ってくるとか、なしですからね。いや、なしなし、全然なしよ。なしですからね。うん。じゃあ300円でどんだけうまいかってことでしょ。そうです。値段をちゃんとあの決めて。うん。いや、それはね、あの、一緒に買いに行かへんでんだから。ああ、一緒じゃなくていいっすよ。うん。だ300円握りしめて、行くわけでしょ、はい、そうです。で、お前の方が握りしめると思うよ。俺の方が握りしめる。で、それで、まあ金の価値が、まあ確かにその僕の方は、まあそうですけどね、300円。私はちょっと緩めに握ってると思う。俺は緩めに握ってるけど、うん、お前はギュッと握りしめる、シュシュしてるよね、お前、シュシュ。いやしいから。もう小銭の匂い手がするぐらい。そうそうそう。うん、お前の300円ってやっぱもう1円混じりの300円じゃん。え？お前の300円って1円混じりの300円じゃん。1円とか10円とか5円とか混じってる。貯金箱割ったんか。こんな感じでちゃいますよ。ちゃんと。俺はもう、なんやったら、そうやな、もう500円、もうないから、もうしょうがしゃあなしに500円、もう。ああ、なるほど。ないからしゃあなしに500円、もういいよ、もう戻すよ、戻すよ、戻すけど500円しかないからしゃあないよっていう感じの500円。ちょっと緩い感じで握ってるって感じだね、お前、俺はね。でもお前は、あの、豚の貯金箱、あの、シューの貯金箱バシーン割って、あ、これ、ガーってこう集めて、あったあった、うん。で、こうギュー握りしめて、こう1円とか50、5円混じりの、やつをこう、これで、くださいっていう感じでしょ。あ、足りまへんでしたかみたいな感じでしょ。なんで、
レジの前でバラバラこぼして、うん、ね、うん、まあ金入れたらシューっていう貯金箱をね、あの作りましょう。おめっちゃええやんそれ。ね、そう、うん、あったら買いますよ。金入れたらあの手が出てくる、シューって出てくるやつやろ、ね、右手が上がって。おめっちゃええやんそれ。ね、うん。何の話なんですかこれは本当に。いやだからまあ その料理対決な、料理対決ちょっと取るわ俺。確かに確かに、もう優秀部もあれですもんね、本当にもうこの中で回数減ってますもんね。そうやね、うん、うん、ぜひぜひ。でも優秀部は俺出たらあかんから、それはもう特番やな。そうかそうか、うん、本当に。で優秀部なんだけど、優秀部まあ特別企画、はいはいはい、うん、俺もじゃお前の優秀部特別企画で、まあ、どっちの惨めでしょうみたいな感じでいいよ。楽しみやな。鍋フルーテがもううなってますわ今、うん、めちゃくちゃ楽しみやわ。楽しみにしてます。おう、じゃあ明日のバイト、雨水道、雨なんすよ明日。うん、はい、あ、今日あのバイトだるかったっすか。はい、もちろんだる、あれやめてください、あのだるいですか、はい、ありがとうございますっていうあれやるちょっといらないっすよ。いや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 、あのやっぱ聞きたいじゃないですか、だるいとやっぱ嬉しいんですよ。いやいや、わかるでしょ、師匠やってたいから、その今日外見て窓開けて雨降ってるな、こんながリンス水道やってんねやな、だるいやろなって、わかるじゃないですか。いちいちその確認して、だるいです、うん、ありがとうございますっていう、その、あのやりとりが、その雨の中、その、滴り落ちるね、うんうん、雨宿りしながら、スマホに雨がポタポタ落ちる中、うん、師匠のありがとうございます見て、もう、むちゃくちゃムカついてますから。やめてください、ほんまに。やめてください。いいやんか、それ。はい、原動力なるわけでしょ。なるか。いや、だクソっていう気持ちになるわけでしょ。ああ、そうですね。あの、芸能界的にね。芸人的にね。でしょ。いや、だからそんなもん、何俺が何、こう、わざわざこう、なんていうの、意地悪のためにこう送ってきてると思ってる。あ、違うんですか。いや、そうですよ。そうなんだよ。いや半々ですよ。半々ですか。うん。意地悪反面、いや頑張ってほしいから、ね、クソと思ってほしいの反面ってことですよ。ねえ、もういや、もう最近暑いからもうカッパ着て、もうカッパ着て雨防いでんのに、もうサウナスーツみたいになって太ってきたから、もう汗バーバーかいて、事務所帰ってカッパ脱いたらもう汗でびっしょびしょなんですよ。ほっかほか。もう積んでるんですよ、だからほんまに。もうどっちにしたってびしょびしょなんですよ。最悪でしょ。ダブルでびしょびしょだね。はい。ダブル。明日もそれを思ったらもう憂鬱で憂鬱で。中も暑うて、はい。外もびしゃびしゃで。そうですよ。ええやん。もうええことないんですよ。あかんやん、あかんやん。俺ずっと言うてますよ。あかんやん、あかんやん。ずっと言ってます。うん。わかりました。ちょっと、その企画、ちょっと、キンキンにやりますわ。はい。楽しみにしております。うん。で、今日は、はい、あれですわ。昨日のハリウッド寄せの、オンラインの、はいはいはい。収録したやつを編集しますわ、今から。頑張ってください。うん。たぶん、ね、まだ告知とかでこれしなくていいんですか？まだね、ちょっと、いつこうやるかどうかわからんから、俺がちょっと、リツイート、俺が告知したらやって。あ、了解しました、うん、分かりました、はい、多分今週末や思うわ。分かりました、楽しみにしておきます、うん、じゃあ最後にお願いします。はい、いきます。はい、あっ何なんすかそのあっていうのは。え、いや、松本リンスでなら、松本リンスで死ぬならわかりますよ。な意味がね。いや、その This is a pen みたいなもんなの。
This is a pen の、 あの A です。あ、シュあ、そういうことなんだね。そういうことです。あ、わかりました。 A っていうね。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。はい、というわけで、まあ、料理対決面白そうだね。うん、ちょっとどっちが絶対に俺の方がうまそう、うまいよ。うん、リンスのあの惨め具合、あれはね、ちょ、皆さんにね、もう一回ちょっと見てほしいから、これ絶対やりますわ。うん、はい、というわけで、はい、カラバトークでした。ありがとうございました。うん。